もうスタートしてて、うん、月間でだいたい800件ぐらいはエビデンスのある療育を提供していくっていう方がですね、療育を受けてるお子さんもその保護者もですね、まあ、納得がいくと思うんですよね。二山さん、じゃあ後半の方もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これは聞きたかったんですけど、いわゆるその新規事業に当たると思うんですが、II プラス療育事業に参入と、うん、これはいわゆるその発達障害児を対象とした施設ですね。そうですね。どういった経緯でスタートされたんですか。II プラスはですね、もともと II ナーサリー認可保育所だけを運営してたんですけども、例えば100人子供がいるとしたらですね、だいたい8人から、まあ、多い時は12人とかのいわゆる療育を必要とする発達障害児のお子さんがいらっしゃるということが、まあ、これはうちだけじゃなくて全国的にそうなんですけど、そうしていくとですね、まあ、当初は我々もそういう発達障害児、いわゆる保育業界では気になる子とか言ったりするんですけどね、まだ集団活動がうまくできないお子さんがですねいた場合は、例えば専門機関の医療機関だとか療育施設に行ってくださいっていうような形で通った方がいいですよって形で促してたんですが、これも自前でやろうということで自前聞いたことあるな自前でスタートして、でそれが II プラスと、まあ、その子のできるところをもっと伸ばすと、本来できるところを伸ばすという意味でプラスという名前をつけて、それつまり巨人化保育園のナーサリーでやってて一定数必ずいらっしゃるところを II グループとして別でやろうと、はい、そうです。最初は個別でやってたんですけれども、その別のところに出店したりしてたんですが、まあ、だんだんですね II ナーサリーと同じところに作ろうと、そうすると保護者も通いやすいだろうと。これ佐野さん、最初中でやってたのをどっかのタイミングで切り出して、その専門に作ったわけですよね。もともと II ナーサリーだけやってて、II プラスだけを個別で作ったんですね。抜き出したんです。そうです、はい、抜き出してで作ったんですが、保護者の方って、まあ、保育園は両親共働きだから使っている、その方々に平日の昼に何時間かだけ通所してほしいというのはちょっと保護者にも辛いところがあってですね、難しいですよね。そうですね、でなので II ナーサリーの中に作ったら保護者も1回連れてくれば、あとは我々の方で行き来ができるので、これがいいだろうということをやってたんで、まあ、我々の中では完結するんですね、ただ一方で II グループ以外の、まあ、他社のその幼稚園さんとか保育園さんは特別学級は当然ないし、療育施設も当然ないので、まあ、そこに我々の II プラスの専門スタッフが訪問していくっていう事業をこれからスタートさせていくと、まあ、もうスタートしてて、月間でだいたい800件ぐらいは800回ぐらいは訪問してるっていうのは、そういう状況です。これは II ビジットという名称でですよね。ですよね、はい、約20ぐらいですか、の II プラスをやってみて気づいたわけですよね。そうですね、このプラスを作っていくのも良かったんですが、やっぱり来てもらうっていうのは、まあ、皆さん来るしかないんですけども、できることであれば我々から訪問した方が、お子さんも普段から通い慣れてるところで、必要な療育を専門スタッフから受け入れた方が、まあ、いいんじゃないかなということで、まあ、これに取り組もうということですね、出張トレーニングみたいな考え方ですよね、そうですね、訪問先ではII プラスに来てもらったら、行う療育と同じものを提供しますので、非常にいい、効果がはっきりとしたトレーニングなのでいいと思います、で今それこそ資料の25ページもあったんですが、いわゆるその未就学児の園児の、まあ、約、5万3000そうです、ね、ある中で発達障害児向けのことをやってる、自分たちやってるところがほぼないないと思いますね。私の知る限り始めてみたところはあるんですけど、発達障害だとか療育というのは専門性が高い仕事ですし難しいんですよ、なので結構撤退されたりとか、途中で辞めたりとか、ああいうところもいっぱいありますので、そうですね、まあ、我々はここにちょっとフォーカスして集中していこうと決めてますね。ここの研究開発といいますか、経験をたくさんすればするほどケースがたまったりとか、あとまあそこのスタッフさん増やしていくことで、全国に約その5万3000あるので、どの園にも一定数そういった子がいらっしゃるということはニーズがあるってことですね。そうですね、小学校に就学したら、まあ、中学校もそうですけど特別学級というのが、まあ、ほとんどの学校にはあるわけなんですが、まあ、幼稚園保育園という小学校未満の未就学の間は特別学級を想定していないというか、まあ、ないんですよね。学級もなければ専門の資格もない、小学校とか中学校の特別学級で働いている方のほとんどは特使の免許を持っているんですね。特別支援学校教諭免許証を持っているので、ただ未就学はないんですよね。保育の世界は保育士しか資格がないので、基本的にはっていう一つだけなんですね。そうなんですよ。だからその割には幅広く対応しなきゃいけないので、かなり無理がある業界なので、やっぱり専門的に勉強しないと療育はできない業界だなっていうのは痛感しています。僕はその話を以前にその IRTV でもお話してる中で、見たときに当社の上場
京クラブって言ってるんですが、はい、そっちの あの会員でもあるサムジュさんっていうその石川県金沢本社なんですけど、うん、いわゆるそのサコジューと呼ばれる、うん、介護施設をベースに拡大してきながら、ここ数年で PD ハウスという名 の, そのパーキンソン病に特化した方々、まあ、一定数いながら増えていくっていう、そこを切り分けて、まあ、大学の先生と研究開発しながら、あと現場で起こったことをフィードバックしながらってやってるんで、横展開といいますと進化版みたいな構造がすごい僕はなんか近いなと思いましたね。似てますね。あの我々も療育を提供していく中で効果があるのかないのか、うん、これが効果的なのかどうかっていうのは正直ちょっと懐疑的なところがあったんです、私自身。なるほどなるほど。なので今いろんな研究者を入れて、例えば、まあ、すごい簡単なところで言うと、うん、体を動かした後にトレーニングをした方がいいのか、うん、トレーニングした後に体を動かした方がいいのか、両方実験してみてですね、まあ、これは最近結果が出たんですけども、うん、今論文作成中なんですが、論文、もう我々も絶対論文投稿するんで。そうですか。それで一応出たデータの結果では、10分ぐらい有酸素運動をしてから、うん、トレーニングに励んだ方が集中力が約2倍ぐらい高まるお子さんも現れているっていうのは出たので、そういったことをですねはっきりとさせながら、うん、エビデンスを持って、うん、エビデンスのある療育を提供していくっていう方がですね、療育を受けてるお子さんもその保護者もですね、まあ、納得がいくと思うんですよね。こういうことをやったからお子さんにもこういうことを提供していますということが言えるので、今ほとんど一人っ子じゃないですか。で生まれてきたお子さんが発達に今偏りがあるよとか言われると、まあ、皆さんショックなわけですよね、まあ、そこに対して我々がしっかりとエビデンスのある療育を提供できると、まあ、保護者も一定の安心を得られるかなと思いますので、そういう姿勢でやってます。佐野さん研究もやってるんですね。もう研究は僕得意で、実はちょうどマザーズに上場した年に大学院に入学したんですよね。で博士号の後期課程、もともとマスターは取ってたんですけども、これじゃいかんなということで教育学の勉強をもっとしなきゃなということで大学院に行ったんですけども、うん、なかなかあの保育関係の後期課程ってあんまりなくて受け入れてくれるところが、うん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 、でそこでわざわざ大阪の保育大学まで行ってですね、うん、入学して、それで博士号までずっと自社のことを調べていったらいつの間にか取れたんですけど博士号そうですね、論文も投稿して、うん、やっぱりね我々の強みはやっぱり109箇所あるので、うん、データがいくらでも取れるんですよね。そうか。なのでそうすると貴重なデータですので、いろいろ研究していくと先生とか共同研究の方から、これかなり貴重だからこれ国内じゃなくて海外まで出そうよということで、海外論文まで出して今も今作ってるんですけど、これどこまで作っていこうかなっていうのはもう止まらない感じですよ。止まらない。佐野さん、まず園長先生から始まって、はい、社長になり、上場企業社長になり、はいはい、博士になるっていう、そうですね、すごい、なっちゃいましたね。めちゃくちゃタイトル持ってますね。そうですね、ちょっともう次何取ろうかな。次何取ろう。最後にですね、はい、II グループの今後そのまあどういう形で各領域とか拡張していきますかっていうところなんですけど、うん、はい、どういうのがありますか。まずはですね、あの II ナーサリーですとか II プラスはですね、ご縁があれば出店していくというような形で、ご縁ベースなんですね。そうですね、もう積極的に出店するっていうのはもうニーズ的にも、うん、あの落ち着いてきてますし、今後はその生産性と質を高めていくっていうようなフェーズに直営店はなってるかなと、うんうん、一方で先ほどご説明させていただいたあの II ビジットのですね、ビジット5万箇所以上が特別学級がなくて困ってるっていうことなので、ここにですね行ける方っていうのを採用して、うん、採用して育成して、我々のプログラムを持って訪問してもらうというようなことをずっと繰り返していくっていうことで、目指すは5万箇所全部に訪問っていうことなんですけども、まずはあの関東圏から固めていきたいなと思ってます。まさに資料の34ページに書かれたんですが、売上上がっていくその KPI はシンプルですね、うん、ものすごいシンプルで、いかに多くの発達障害に困っている保護者の方からお問い合わせをいただいて、うん、説明を聞いていただいて契約するかというのが一つ、うんうん、で次にスタッフの方が何回そこに訪問できるか、訪問スタッフの都合もありますし、訪問先の都合もあると思うので、うん、そ, そこをいかに週に1回は行かないとやっぱ効果が出ないので、その回数を確保できるかどうかというのが一つ、うんうん、で最後にこの訪問する方の経験年数なんですよね。この方が5年以上経験すると単価が上がるよっていう国の方針なので、熟練度、熟練度ですね。この業界っていうのは資格がないんですよね。介護も保育も保育士とか介護福祉士っていう資格あるんですけど、障害士っていう資格はないので、そうすると国はどうしたかっていうと経験だと。なるほど。5年経験ある方はこのぐらい払うよと、10年経験ある方はこのぐらい払うよっていう設計に今回報酬改定をされましたので、我々は5年経験がある方がたくさん訪問できるような経営をしていくというようなことで、報酬を見直したりだ
だとか働きやすさを見直したりとか、この3つに注力すれば必要な療育が必要な方に高いレベルの療育が届くかなと思ってます。熟練5年の方々を、まあ、いわゆるその多く在籍してもらえることで売り上げ上がっていくということは、5年っていうマストの期間があるんで、早く始めたもん勝ちというか、もちろん我々の II ナーサリーにも1000人以上の保育士がおりますので、II プラスにもですね、何百人というスタッフがいるので、まあ、その中には5年以上経験ある方がいるんですよね。まずはその方が行くっていうのもありですし、うん、逆に言うと世の中には保育士以外にも作業療法士の方とか理学療法士の方がいらっしゃいますので、このあたりも専門家として位置づけられてますので、うんうん、この方が例えば副業として週に1回の休みを使って発達障害のお子さんの役に立ちたいということであれば、うんうんうん、我々のところで週1回アルバイトというか請け負っていただいてですね、訪問行くっていうのが、これをちょっと今構築している最中ですね。なるほど、資格者確保だいぶセンターですね。だからやっぱタイミーとのコラボとかですね、ほうタイミーさんすごいいいと思ってますね。今話題のっていうか、もう CM でも見ない日がないぐらいの。そうですね、まあ、タイミーさんはやっぱり700万人ぐらいの、ね、登録者がいるということで、はい、この中には保育士さんとか先ほど その資格を持った PTOTST の方なんかは何万人っていると思いますので、うんうん、その方々に向けて届けば、もしかしたらたくさん我々のところにお問い合わせいただいて訪問してくれるかもしれない。これ目指してます。本当会社が伸びていくところの成長戦略はそこですね、うん、そうですね。これをもうどこまでもやっていきます。どこまで自前でどこまでもやらないと終わらないんで、これもう全員に届けなきゃいけないんで。理解しました。はい、ちなみに佐田さんは、はい、来月もちょっと夜予定が一緒に入ってますんで、福留さんとの福留大社長と、はい、経営会議も、はいはい、楽しみにしてま す今日は II グループ代表の佐田さんにお越しいただきました。佐田さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。